藤原君も要注意ですよ。今第1ラウンド開始のゴングが鳴りました。このマーシャルアーツスタイルの試合と申しますと、藤原の場合は、もう3年半ほど前になりますけども、53年の8月田園コロシアムでマーシャルアーツジュニアライト級チャンピオンのレフギオ・フローレスと対戦して、このフローレスを5ラウンド KO で下しております。その試合に続いて2度目ということになります。意外なぐらい少ないんですよね、寺内さん。そうですね、藤原の場合ね、はいはい、それだけにですね、はい、当時 あのマーシャルアーツと現在 のちょっと違いますんでね、はい、この辺をどういうふうに藤原が料理しますか。おっと、藤原のロックク、ジョンソンが腰を落としました。現在アメリカのブルックコンタクト、このマーシャルアーツのスーパーウェルター級のチャンピオンがベニー・ユキーで、そして今リング上のマリー・ジョンストンが3位にランキングランクされております。その一言をとってもいかに実力のある選手かということがお分かりいただけると思います。マリー・ジョンストン、チャンピオンのベニー・ユキーデとは対戦したことがあるのかと聞きましたら、対戦したことはない、だけど近い将来必ず雌雄を決する時が来るだろうと自信は十分にあると豪語しておりましたジョンストンであります。ちょっと倒れた時、藤原が頭でも打ちましたか。いや大丈夫そうです。自分のグローブで、その後頭部を撫でておりましたので、はい、ちょっと心配になりましたが大丈夫そうです。あっと、ランダハウスキーパー、はい、藤原の右入りに接戦、立てるかな、マリー・ジョンストン立てるかな、呼吸を整えております。ゆっくりと立ち上がりました、はい、ジョンストン見事な藤原の右のハイキック、まあ、ランダハウスキックダウンを取った、グローブでカバーしてたんですがね、はい、その上からガシッと入りました。しかしあのもういわゆる勝負のハイキック、実に素晴らしい藤原の左右ハイキック連打、カウントが進みます。レフリーの西地下層のカウントが進む、どうか、立てるか、立てるか、立った、立った、立った、さあ追い込み体勢に入りました藤原。驚きましたね、寺橋さん、藤原のスピードのハイキック、はい、ローキックでバランスを崩しました。しかしジョンストンはあの一発狙ってますね、あのパンチを、感じです、はい、まあ、今 あのハイキックもおでこでしたからね、それほど強いあれではなかったと思うんですが、はい、衝撃がショットがありましたからね。今第1ラウンド終了のゴングが鳴りまして、僕らが藤原ですね、スリーポイント、もちろん藤原リードであります。藤原は昨年の12月、その保持する、世界ライト級の新格闘術のタイトルを防衛して以来の試合なんでありますが、まあ本当に今日は素晴らしい出だしを見せました。左右のハイキックを駆使いたしまして、第1ラウンド2度のダウンを奪いました。そのこのハイキックです、はい、申し分なし、ドンピシャ、なおも追い込んで左をフォロー。33歳という年齢をよく本人はもう後輩に譲らなければ、座を譲らなければいけないんですよと、引退も時間の問題ですよと冗談半分に言っている藤原なんですが、寺内さん、第1ラウンドの動きを見る限り、どうしてどうしてとんでもないという感じですね、はいはい、これからですよ、まだまだ第2ラウンドに入っております、はい、藤原選手のトレーニングには必ず、おっと、これはどうか、これはダウンではありません、今当たってませんね、はい、ストップウォッチを持ちまして、先ほどちらっと ご覧いただきました、一粒だめ4つになります、あきこちゃんがパパの練習を手伝ってるんですが、客席から素晴らしいパパの第1ラウンドのファイトぶりを見て、にっこりと白い歯をこぼしておりました。今も手を叩きまして熱心な応援をしております。入ってますね、左のフックから入っていきました藤原、はい、軽く左のストレートジャブ気味に持っていきました。ジョンストンであります、わずかですがジョンストンの口の中が切れましたが、ちょっと血が
口の周りを染めています。非常に素晴らしいマスクをしておりますジョンストン。ジョンストンの目が生きてるんですよね。そうなんです。右のストレートはもうまだ後押しになってませんからね。そうですね、まだ狙ってますが一発はね。左のフック、そして右のフック、いずれも藤原。そしてストレートが伸びた。あー、ダウン、ジョンストンがダウン。しかししっかりした目をしております。立ち上がりましたバニー・ジョンストン。第1ラウンド2度のダウンを喫したジョンストン、この第2ラウンドでもダウンを喫した。しかしなおも闘志旺盛。はい、速い動きで藤原のハイキックを外した。しかし左のフックです。左のフック、またまたダウン、またまたダウン。この第2ラウンド2度目のダウン、藤原の左のフックを受けました。ジョンストンダウンであります。ようやく目が弱ってきましたね。そうですね、目の光がだいぶ弱ってきた。3度目のダウン、3度目のダウン、これまた藤原のパンチでありました。呼吸を整えるジョンストン、ゆっくりとゆっくりと立ち上がりますが、ファイティングポーズ取れるかどうか。まさに凄まじいまでの藤原の破壊力であります。ファイト続行。しかし、しかし、またまた左のフックです。また左のフック。この果たして第2ラウンドをジョンストンが乗り切ることはできますかどうか。だいぶ弱ってきましたね、あの立ち上がる勢いもね。今残り10秒を切りました、残り10秒を切りました。第2ラウンド、果たしてこの第2ラウンドを持ちこたえることができますかどうか。ジョンストン、今第2ラウンド終了のゴングが鳴りました。4回ですか、そうです、藤原がダウンを奪いましたね。第2ラウンド終了、はい、第2ラウンドの藤原4回のダウンをほとんどが寺内さんパンチで組み立てましたね。で左でも右でも倒してますね、パンチでダウンを奪いました、はい、まさに嵐のような藤原の攻撃でありました。なんとか持ちこたえました、その第2ラウンドジョンストン。今試合は第3ラウンドに入りました。珍しく左のフックボディを狙いましたジョンストン。ジョンストンのボディを捉えた。だいぶもう目の光が弱ってまいりましたバニー・ジョンストン。ファイト続行、珍しくサイドキック、そして左のラウンドハウスキックを見せましたジョンストン。左のジャブ、左のラウンドハウスキック、マーシャルアーツの典型的なパターンを見せますジョンストン。左のフックだが、どうか、これはどうか、これは、これはレフリーの西内は、そうですね、すぐに立ち上がるように指示いたしました。はい、ハイキック、決めました、藤原。つまりあのガードするのに寝てガードしますからね、これはもうダウン取られてもしょうがないです。完全に自分のリズムを見失った感じであります、はい、マリー・ジョンストン。これはもう手札前入りましたね。それほど今日は見事な藤原のファイト。はい、エイトが再び進みます。エイトで立ち上がります。エイトで立ち上がりました。もうすでに口の中を大きく切りまして顔面を真っ赤に染めておりますジョンソン。接近戦、胸を合わせながら軽くフックでボディを叩きましたジョンソン。しかしガッツがありますね。いやー、本当に見事なもんですね、その闘志たるやね、ジョンストンであります。今年24歳、アメリカのハワイ、ホノルル市の出身でありますバニー・ジョンストン。これがヤンキー魂ですか ね、 そうですね、まさにそんな感じがいたします。ジョンストン、右のストレート、藤原、再びダウン、再びダウン。果たしてファイト続行できるかどうか。今年24歳、ハワイ、ホノルル出身のバニー・ジョンストン。後楽園ホールから大きな拍手が沸き起こりました。素晴らしい闘志を失いませんバニー・ジョンストン。これが第3ラウンド5回目のダウンですか、8まで4回目のダウンですね。4回目のダウン、立ち上がりました。果たしてもうお客様の興味は藤原がいつフィニッシュするのかという、その一点に集まってまいりました。またカウントが入ります。またカウントが入ります。
青コーナーのベテランマネージャーフリオ・フローレスさんの、あるいは手が動いてタオル投入かというそんな感じもいたしますが、タオル投入の気配全くなし。今第3ラウンド終了のゴングが鳴りました。寺内さんも差を伺うのも何か酷な感じがするんですが、本当に2つ前入っちゃいました。そうですね、第3ラウンドが終了したと申し上げておきましょう。この後第4ラウンドに進みます。見事な今日は試合を見せております、新格闘術世界ライト級チャンピオンの藤原。その前にちょっとご紹介しておきましょうか、リングガール、スコアガールのアメリカのマリアン・リンチ女王であります、リンチさんであります。このリンチさんにもお客様から大きな拍手が寄せられております。藤原、岩手県宮古市出身で今年33歳、135戦して119勝を挙げ、13敗3引き分け、93の KO 勝ちを記録しております。もうすでに数えきれないぐらいのダウンを 1,2,3 ラウンド立て続けに奪っております。藤原、ホイッスルが鳴りました。ゴングが鳴りまして4ラウンドに入りました。藤原も気持ち悪いんじゃないですかね、もう立ち上がってね。そんな感じでしょうね。左のストレート、左のストレート当たって第4ラウンド、第4ラウンドでまずダウンを奪いました。最初のダウンを奪いました藤原。藤原の右サイドキック、そしてちょっと藤原が足をひねりましたか、膝を打ちました、はい、そして右のローキック、本当に打って倒れました。マリー・ジョンストン、はい、そして船木さん、はい、ファイトぶりも非常に紳士的ですね、あのジョンストン。そうですね、今もバランスを崩した藤原に全く攻撃を加える気配も見せませんでした。マリー・ジョンストン、実に端正なマスクをしております。将来はまた今倒れました。現在は顔を血でばっかり染めておりますジョンストンでありますが、タレント誌も現在ハリウッドにあります俳優養成所に通っているそうであります。ジョンストンでありますが、またハイキック、左ハイキックに合ってが入ります。一瞬セコンドのフローレスマネージャーの方をちらっと見ましたジョンストン。しかしフローレスマネージャーは突き放すように首を横に振っておりました。あ、フローレスマネージャーがちょっとタオルを左手から右手に持ち替えましたよ。青コーナー下です。戦闘力ありませんね。そうですね、これはちょっとこれ以上酷ですよ。そうですね、リング内の動きを半分、しかも障害ありますからね、マネージャーの動きを半分で追っていきたいと思います、はい、ストップしたいところですね。もう全くフットワークが止まりました、はい、ジョンストン、今フローレスマネージャーがタオルを藤原の KO 勝ち。さすがと思わせる藤原の圧倒的な